ちは、ソフトクリームちゃんだよ。今日はユニコーンステークスの展望したいと思います。それではどうぞ。こちらが過去10年の1着から3着馬のデータです。 UAE ダービー10着の K.I. レオーネを除いて500番クラスを解消した馬たちやオープン特別の上位入選馬が上位を独占しています。最近5年で特に元気なのはオープン特別の青龍ステークス、ホースステークス、単語ステークス組で、最近だけでなくユニコーンステークスが6月開催に移った2001年から18年続けて前走オープン特別組が最低1頭は馬券に絡んできています。その理由をよくよく考えてみたんですけれども、3歳のダート路線はこの後の大一番であるジャパンダートダービーが控えていますが、3歳の上半期においては日本で出走可能な重賞は、間違ってたら申し訳ないんですけれども、兵庫チャンピオンシップぐらいしか組まれていません。最近は海外遠征も盛んで、ドバイへの遠征やマスターフェンサーによるアメリカへの3冠挑戦、バルダッサーレやプロミストリープのようにルールが厳しくなりましたけれども、地方に移籍してしまうなど、ダート路線の3歳馬は何かと走るレースに困らされるのが現在の中央競馬です。少し話がそれかけましたけれども、結構この情報は大事で、ジャパンダートダービーに確実に出たいならばここで賞金を積み上げたいところですから、有力馬であっても目いっぱい、もしくはそれに近く仕上げてくることがかなり多いです。こちらが東京の6月開催に移ってからの1着馬のデータですが、ほとんどが上位人気馬。最近10年以内では全ての馬が3番人気以上で、なおかつ前走でも5番人気以上でした。実績の高い馬がそのまま力を出し切っているということがデータから見て取れると思います。となると、前走で人気のなかった単語ステークスの勝ち馬、バニラアイスですとか、前走が NHK マイルカップ組にとっては割引ともなるデータとなりそうです。続いて牝馬についてですが、過去10年で馬券に絡んだ馬はわずかに3頭だけ、コーリンベリーとサウンドリアーナ、アイアムアクトレスだけとなります。 NHK マイルカップで2着で人気をしたギエノテソーロも7着に敗れるなど、かなり苦戦を強いられています。馬券に絡む条件としましては、やはり先ほど述べたオープン特別を上位で入選していることが条件となってくるかもしれません。先ほど厳しいかと思っていたバニラアイスですけれども、昇竜ステークス3着からの単語ステークス1着ということで、かなり期待の持てる実績は持っています。芝の重賞レースで惨敗している点もコーリンベリーとやや似ている点から、勝つまでは少々厳しいですけれども、そのコーリンベリー以来の馬券圏内は十分に検討に値する実績は残している一頭かと思われます。そしてニュージーランドトロフィーを制したワイドハラーの参戦で、がぜん気になる NHK マイルカップ組の成績を見ていきましょう。こちらが21世紀に入ってからの NHK マイルカップ組の成績ですが、2着に0秒8の大差をつけたユートピオを除いては、2、3着であっても0秒4以上の負け、大体の馬が1秒以上もの着差をつけられて負けているという状況です。ユートピアなど全日本2歳優駿で上位に入った馬もいますが、ダート重賞で実績のある馬は確かにこれまでは上位に入ってこれました。しかし最近を見てみると、全日本2歳優駿を制したギエノテソーロですとか、2着の経験があるメジャーアスリートなど、2歳でのダート実績があった馬でも、ダート適性を見込まれて芝から転向してきた馬たちでも容赦なく弾き返されているというデータが現れています。超高速の芝からダートに変わることに対しての反応があるのかも分かりませんし、足抜きのいい馬場でも結果を残せていないことから、当チャンネルとしましては、先ほども述べましたけれども、ダートの上位組の壁が分厚いため、ダート適性を試す馬や芝路線から戻ってきた馬たちに入り込む隙間がないという考えを挙げておきたいと思います。
したがってダート血統で人気もありそうなワイドハラオにとっては連に絡むまでの活躍かなと現時点では見ています。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。続いては大きなハンデ差が予想に大きく影響する函館スプリントステークスの展望です。今回も過去10年の傾向から気になる馬を探していきましょう。こちらが過去10年の1着馬から3着馬ですが、牝馬の多さがやきに目立つレースとなってきました。今年の場合は3歳牝馬で50キロという馬は残念ながら登録がありませんですけれども、短距離実績のある牝馬には今年も注意が必要と去年の動画でも口酸っぱく言ってきました。こちらが過去10年で馬券に絡んだ牝馬についてですが、最近は桜花賞や高松の宮記念、ビクトリアマイルなど G1 で跳ね返された馬たちがここで巻き返すというシナリオが多いですが、今年の場合は高松の宮記念12着のペイシャフェリシタ、イダテンステークス8着のタモモブリギアン、そして一番実績のある牝馬でも KO 杯スプリングステークス2着のリナーテということで、例年に比べてちょっとメンバー的には落ちると思わざるを得ない状況です。重賞で2連続2着で洋芝には向いていそうなリナーテをどう扱うのかということで決着しそうな出馬状況となっています。次に枠順別の成績を見てみますとこちらになりますが、圧倒的に内枠が有利かと思いますが、その次に有利なのが外側の枠となります。意外と一番厳しいのが真ん中の枠、去年のヒルノデイバローやナックビーナスですとか一昨年のエポワスなど全く来ないとは言い切れませんけれども、初馬を失敗するとすぐさま囲まれますし、そのまま後方からの競馬になってしまうと巻き返すのはかなり厳しいですので、中枠はある程度の覚悟が必要になってきます。スタートにあまり自信のない馬は避けた方がいい枠となりそうです。最後にお天気と展開についてです。週末の函館地方ですが恐ろしいですけれども 100% の雨ということで、洋芝ですから1分6秒台という両馬場並みのタイムはまず望めないかと思われます。ではどのような馬が活躍するのかを調べてみましたが、こちらがコース改修後の函館芝 1200m 戦における客室別の成績です。従来同様前有利な結果となっており、4コーナー5番手以内と4コーナー10番手以降では数字にはっきりと差が出ています。このコース形態も手伝って1着から3着まで全て逃げや先行勢とも言いませんけれども、追い込み勢が差し切って勝つということはかなり困難で、花を切りそうな修士ですとかやや重でも崩れていないダノンスマッシュあたりに触手が伸びそうですけれども、一番取り扱いに困るのは両馬場以外で走ったことのないアスターペガサスやタワーオブロンドンの取り扱いです。先週のミッチースワローのように位置間歩が広く馬場に足を取られるような走り方をする場合は思い切って見送るのもいいでしょうし、逆に小回りが効いて走れているようであれば実力通りと見て評価を変えなくても良さそうなので、ちょっと労力がかかりそうですけれども、穴馬を探し出す一歩としてその馬がどういう走り方をしてきたのかもう一度見直す必要性が出てきそうです。続いては気になる馬をピックアップ。以上、気になる馬のコーナーでした。
今週はユニコーンステークスと函館スプリントカップの予想動画をアップする予定です。先々週からスリープニューステークスとエプソムカップと2週連続で万馬券的中が出ていますので、調子は決して悪くないはずですから、今週もいい予想ができるよう準備していきたいと思います。帰国が土曜日の朝になりますので、土曜日のお昼にはなんとかアップできればなと思っております。それでは週末の予想動画でまたお会いしましょう。